地震の影響で昨日終日閉鎖となっていた新千歳空港は先ほど運航を再開しました。中継です。新千歳空港は午前10時から搭乗手続きを再開していますが、現在もこのように非常に長い行列ができ混雑が起きています。またこれだけの人数が集まっているということで非常に蒸し暑いです。こちらの列は振り替え便の列なんですが、ほとんど動いておらず1時間で5メートルほどしか進んでいないと話していました。ほとんどの方が昨日飛行機に乗れなかった方で、どのように一夜を過ごしたかお伺いしたところ、ホテルに泊まれずレンタカーで車中泊をしたという方や、紹介された避難所で過ごされた方、中には午前2時から外で待っていたという方もいらっしゃいました。運転再開の一報を聞き笑顔も見えたんですが、すでに終日ほぼ満席というアナウンスがありました。キャンセル待ちもしていないということで、いつ帰られるのかわからない状況で、今はぐったりとした表情の方も多く、疲労の色が見え始めています。また12時ごろをめどに北海道新幹線は運転を再開する予定です。